イベント最終日がやってきました。皆さん最後です。最後、最後ですね。皆さん長かったイベントもとか言いたいけど全然長くなかったなこの枠は、1時半までの枠になります。最後ですよ。75号でこんにちはってとこ。あれ今日のタイムテーブル載せてなかったっけ。やばい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 、完璧に忘れてた。今のっけた、やば、のっけたと思ってた。全然のっけてなかった。起きてたよ、2度寝、うん ?4 度寝くらいしたけど、そう、30、45、45です。よし、うわ、めちゃめちゃのっけてたと思ってたけど全然のっけてなかったですね。申し訳ない。そうですね、スケジュール的には13時から13時半と、18時15分から7時と
21時15分から22時っていう30分45分45分配信に、しました。聞いて、昨日さ終わってからさ、なんかやることないなと思って、え、ゴニョゴニョ喋ってて嘘でしょ、え、何喋ってるか分かんないですか、ゴニョゴニョ喋ってて何言ってるか分かんない、はぁ、かぎふえほうだけど、え、嘘でしょ、辛辣だな、思ってる声。いや、AirPods ないけどな。聞こえる？大丈夫？ならいいけど。そう、何話そうとしたんだっけ？そう、昨日さ、なんかやることない、なんかないなと思って配信終わってから。何しようと思って、もうなんかに、もうなんか目標決めようと思って、もうとりあえず、なんか。もう私も一個のことしかできないんですよ本当に。でもブログのことをすっかり忘れてて、忘れんなよって感じなんですけど、ごめんなさい本当に。でブログのことも忘れてて、昨日思い出した。ブログ、あ、待ってるよ、ブログ書いてないな全然って思って。そうです、それで2月はもう目標カレンダーを作ろうと思って、私毎日これをやるみたいな、その SNS も、まあ、Twitter は残ってるにしろ、もう Instagram 消えちゃって最初からになっちゃったので、もうなんかっていうか、もう今年はなんかいろいろ頑張らないといけないなっていうことが多すぎて、もちろんその年始に行ったんですけど、ファンクラブの、ね、会員数も年内中に1000人行きたいとか、 なんか言ってたじゃないですか。もうちゃんと頑張らないと無理だと思って、そう2月から毎日も、私カレンダー普通に予定入れてるカレンダーあるんですけど、なんかそれとは別にもう一個カレンダーのアプリをインストールして、そう目標、もう今月の目標カレンダーを作ろうと思って、そうで、なんかあんまなんいいな、別ツイッターは何でもいいんですけど、基本的に写真、なんか TikTok に関して、違う、インスタに関してはあんまりなんか自分で撮った写真あげたくなくて、人に撮ってもらった写真をあげたいので、インスタあれなんですけど、なんかとりあえず2月はもうできる限り毎日、いやもうできる限り毎日とか言いたくないけど、できる限り毎日、いやもう毎日だね、毎日 TikTok を上げるっていうのと、
まあブログに関しては、あの自分で上げてるわけじゃないんで、ブログあれなんですけど、2日に1回は上げるとか、なんかとりあえずなんか目標を決めようと思って、今まで目標なんてあんまり決めてこなかったんですけど、私なんか決めないと、なんかその器用人間じゃないので、私不器用が過ぎる人間なんで、決めないとダメだなと思って自滅？いや自滅はしないと思う。なんかその携帯依存症の私からすると、その携帯いじることないのに携帯触ってますからね、私って。大体ただの時間の無駄じゃないですか。もうそうだから、もうちゃんと目標を作って、もう全然無理じゃないんですよ。だからまあ TikTok とブログと、まあ、SNS の更新頻度を上げようと思って、そう、それで昨日 TikTok 3本ぐらい撮ったんですよ。今日から上げる、今日6時から8時の間に TikTok は毎回あげれたらあげようかなって思ってるんですけど、そう3つ撮って、2つは普通になんか普通の撮って、もう1個はめちゃめちゃ頑張って踊ったん。そう、多分3本撮った、めっちゃ昨日踊ったんだよな。K-POP を踊ったんですよ。私 K-POP に苦手。そう、楽しみにしてて。踊ったんだけど、なんか苦手だなって思った。K-POP 系のジャンルのダンスは。私が逃げてきたダンスだったから、もうなんか2時間ぐらい踊ったかな。そんなに踊ってないか。めっちゃ踊ってました、昨日。マンションのエレベーターホールで。夜中にならないと踊れないんで。夜中、家だよね。家で踊れないから、踊ろうと思えば踊れるんだけどね。ここ数年、あ、バレちゃった、バレた、言わないって、言わなければよかった、バレた、やばいやばいやばい、バレた。そう、あれ家なんですよね。一番いいスポット、ここ、家っぽくないですよね。でもあんまり前に言ってたでしょ。あ、言ったっけ。言ってた。
言ってたんだ。そうだからなんか月で隠してるのはだろう、なんか回数なんですよ、家の回数を月のスタンプで。そうだから2月は何か本当に目標何かよく目標なくて今まで頑張ってたなって思いますね。確かに近所の人来たらめちゃんこ恥ずかしいやつね。そう本当に、だからちゃんと目標を決めて、なんかさ分かんないけどさ、そのなんていうの、一応自分の中で今月はこれを頑張るっていうのはあるんですけど、みんなに言ってないけど、なんか自分の中であるだけ、なんていうの、なんか個人的なこと、個人的な目標とかっていうのはあってやってるけど、なんかこういうなんかね、こういうやつはなんか立ててなかったなって思って、そうだからちゃんとね決めてちゃんとやりたいなって。2月は2月って絶対終わるの早いじゃん、だからね2月続けられてたら今後も続けられるような気がするので、だからとりあえず2月は毎日ショールームするのとTikTok 毎日あげるのとブログは毎日あげたいんですけどね、ブログは2日に1回あげるっていうのと、まあ SNS、 いやもう SNS が重要ってなんか前から言われてるんですよ、数字だ数字だみたいな。そう分かってる、数字が重要なのは分かってるので、とりあえず頑張りますっていうところですね。もう一回決めたら私は折れたくないので、あみんなに宣言したからにはバカにされるのも嫌いだし、あのちゃんとやりますふいんおいんって、とりあえず今日ねこのイベントが最後までね、あの幕を閉じれるといいですね。でもある意味あれなんだよ、なんかブログ毎日更新するとかも私ネタがなさすぎて更新できないんですけど、こうネタとかなんか話題を作るためになんかこの引きこもり人間がなんか外に出るっていうこともまあ増えてくるわけ、こうネタを作ろうとすると。だから引きこもってんのなんかまあ自分的にはあれだけどね、なんかあんまりよろしくないからね、ポエムは書けないねということで今日もお歌の時間、ごめんこの枠30分枠だからもう早いんだよ、ちょっと喋り足りない。喋り足りないんですけど、何歌う？秒で終わる、なんか40分ってあ長いなって思うけど30分ってマジ秒なんですけど焦る焦る。っていうかさ、その2枠目の配信でさ、待って本当に喋り足りない、あの何歌う？なんかさいつもさイベントの最終枠の前の枠にさなんか激辛なんちゃら食べてるじゃないですか、なんか験担ぎ的な感じで、でさ激辛なんちゃらを食べてなんか最後を迎えるみたいなさ、いつも謎の行動をとってるじゃないですか。いや歌いたい、毎配信歌ってたからもうこれはあの続けたい。
そうだからこれやらないと私はダメになる気がするの。やった方がいいと思いますか？それか今回はただただ美味しい甘口カレーを食べるとか。ただ美味しい甘口カレー。でもなんかね、なんかいつもしてた恒例行事をなくしたくないんだよね。そう、いつも激辛だけど今回はランリーの、もうずっとカレー食べたいって言ってるじゃん。私ずっとカレー食べたいって言ってる。カレー食べてないのよ。だからカレーを食べる配信どう？まあとりあえず、まあでもとりあえず験担ぎはしないと。そうで、ということでとりあえず歌います。ではどうぞ。君は僕の風でした。めっちゃ鼻声だ、やばい、鼻声やばい。とりあえずね、2枠目はね何か食べましょうね。それかあれだね、なんか激辛カレーと超甘口カレーを買ってきてなんか食べ比べとかでもいいですしね。この辺にカレー屋さんあるっぽいんで、インドカレー、もう私チーズナン食べたいんで。そう、とりあえずなんか験担ぎしとかないとね。験担ぎはね大事ですよね。やりたそうっていうか、なんか恒例行事にしたい、イベント最終枠前の恒例行事にしたいだけです。なんだかんだ私が激辛食べてる時ってコメント欄の盛り上がりはすごいですからね。でも私甘口が大好き人間だから、激辛カレーにバニラアイスとかにして、確かにそれも楽しそうだね。あ、やばい、29分。ということでこの辺でランキングを見たいと思います。13位パルサ2003アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位が陽次郎さん、ありがとうございます。で11位がたやきくんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で10位がキングスさんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で9位がモグ先輩アットマークリラン中、ラストまで、ラストリラちゃん頑張れ、ありがとうございます。8位がチョロさん、ありがとうございます。で7位がハッシーアット神戸さんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で6位が福久さんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で5位がトリオエジさん、ありがとうございます。で4位がアイスカフェさんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位がササさんアットマークリラン中沖縄人、ありがとうございます。で2位がジュンフナさんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で1位がミンチャーさんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで続いての枠は18時15分から7時までの枠になるので、また皆さん夜にお会いしましょう。ということでこの辺で、鼻声でごめんな、さよなら、ランディー、バイバイ。